よかった、一個だけカイロが残っていて。どうして？なんで温まらないの？もしかして化学反応に必要な酸素が中に送り込まれていないのかもしれませんね。酸素か。おってミリーさん、いつの間に素敵なエンドルフィンの予感につられ。まあいいか、それどころじゃないし、酸素を送り込むのね。あまり揉みすぎると不織布の酸素の通気口が目詰まりを起こし酸素を取り込めなくなりますよ。カイロを振ってみてください。冷たい。なんで？元美さん、なぜカイロが暖かくなるのかご存知ですか？そういえばなんでだろう。よく考えたら不思議よね。今日はそこをお話ししましょう。カイロは鉄粉、活性炭、水、塩分、バーミキュライトでできていて、鉄粉は発熱させる主要成分、活性炭は反応に必要な酸素を供給し、水や塩分は速やかに反応を起こす手助け、バーミキュライトは保水剤の役割を担っています。これは鉄粉が固まってしまうことを防ぎます。前に破れて中身が出てきたことがあるけど、あれは鉄粉だったのね。そうです。素敵なエンドルフィンの香りがしてきましたね。カイロが温かくなるのは鉄粉と酸素と水が急激に反応することで熱を生じるからです。鉄に錆ができる化学反応と同じで、反応はこのようになります。カイロの場合、反応を急激に起こすことで熱を生じさせることが可能になっています。元美さんが手にしているカイロは外袋が破損して酸素を取り込み、すでに化学反応が終了してしまった可能性がありますね。そういうことだったのね。がっくり。今後は気をつけて保管しましょうね。はい、気をつけます。あ、でもカイロの中身って意外に知ってるものが多いのね。いいところに気がつきましたね。それではカイロを自分で作ってみますか。さすがミネリさん、ちょっと期待してました。ミネリさん、準備 OK よ。それでは早速作っていきましょう。用意するのはこちらになります。まずは食塩と水を混合します。ファスナー付きのポリ袋に鉄粉、バーミキュライト、活性炭、食塩水を入れます。そしてポリ袋のファスナーを開けたままよく揉みます。その際に火傷に注意しましょう。暖かくなったらポリ袋のファスナーを閉めます。これで完成です。やった、うまくできたかも。しばらくすると温度が下がってくるので、冷めたらもう一度ファスナーを開けてよく揉んでみてください。あったかい。ちなみに市販品の袋の素材は中に取り込む酸素を調整するために工夫された不織布が採用されているそうですよ。だから長時間発熱しているのね。そういうわけです。元美さんが作った回路は心まで温かくなりそうですね。確かに心まで温まったかも。でもそれは回路のおかげというよりも。何です？ミニリさんのおかげかな。あ、なんか私の心も温かいです。実験の際に火傷に注意してくださいね。また実験後のカイロは各自治体の定める分別方法に従って廃棄しましょう。